その夜の妙見通りで、上野、岩蔵。当時私は青森工業学校の2年生でした。学校では上級生である3年生と4年生は格闘動員で軍需工場へ行っておりました。戦争がだんだん激しくなり、市民の間にも青森市もいつ空襲されるかもしれないという不安が募り、またいろいろな噂が流れ、 市民の疎開が始まりました。横内村の私の家にも約2ヶ月前から3世帯の家族が疎開し、他に家財道具などは8世帯分も預かり、蔵も納屋もいっぱいになってしまいました。私の家では不安にかきたてられ、万一に備えて米、味噌、食料品等を山奥の谷間に横穴を作り、 そこに格納したことを覚えています。町の人々は田舎へ、田舎の人々はさらに山奥へといった不安の状態にありました。その頃、上級生がいない留守の間、私たち二年生が学校を守るために、交代で学校への宿直が始まっていたのですが、ちょうどこの日、私は自宅にいました。 ラジオで警戒警報を聞くと疎開の人々と私の家の者は直ちに屋敷内にある防空壕の中に入ったのです。私は金がね木造に土砂をかぶせたぐらいの防空壕ではかえって危険であると考えていたのでとっさに枝っぷりの良かったすぐそばにある大きな柿の木高さ10メートルぐらいに登りました。下の防空壕からは早く入ると 叫ばれたのですが、それでも木の方が安全だと思って降りることを拒否し続けていたのです。すると、はじめに西の方、新城村方面の空がパッと明るく見えました。ちょうど宵宮屋で売っている電気花火の光を大きく空に反射したようでした。次に、東の波打ち方面、それから税務所通り付近に移ったと見ているうちに、 空がちょうど夕焼けのようになり火の粉が空に舞い上がり焼夷弾が空中で花火のようにパッと散らばって落ちてくるのがはっきりと見えました町中が一面火の海と化し青森駅から約8キロ離れている横内村にいても空に反射する明るさで人の顔はもちろんのこと畑のキュウりももぎ取れるくらい明るくなったほどでした それから一時間ぐらい経ってから、叔母の家の状況を確かめるために街へ行く途中、妙見通りの一本道は、防空頭筋を背にし、すすり泣きながら子供の手を引いてくる母親、小走りながらついてくる子供たちで人の列をなし、次から次へと絶え間なく続いた。私も小走りに隅川沿いを下り、松原町の付近まで行ったら、 堤焼方面には危険で出られないから断念するよう警防団員から言われてやむなく帰ったがあの当時の様子は今も私の脳裏から離れることはありません